なんかこう、はい、あ、スイッチ入ったのですね、失礼しましたそれでずっと喋ったというねそれでもなんか放送されてたというすごいことになってますこっちからちょっと、はいはい、なんでそんなもうこういう経験とかは全然、なんかすごく落ち着いてんでも社会人の方かな、いえいえまだまだ全然です、はい、学生なんで。何を勉強されてるんでしょうか、こういう質問はしていいのかどうか、いや大丈夫です、今法学部の方に通っていて、そこで法律とかではないんですけれども、はい、政治のことを勉強して、うん、政治ですね、はい、はい、で今はゼミで、うん、この横浜の景観について研究してるんですよ。景観について勉強するなら横浜ぴったりですよ。そうなんです、景観法とかを持ちながら、ね、いろいろ横浜の景観を、うんうんうん、まだそこまで調べてないんですけども、うんうんうん、これからやっていこうかな。なるほど、将来的にはなんかそんな方向に、特に まだ、ね、まだそうですね、そこまでは、はいはい、勉強されてますけどね、はい、っていうところだから。でもやっぱ政治の方にね、やっぱり勉強されると、はい、ちょっとあの期待が、うん、なんか政治にもっときなんかこうかなんか関心を持つ若者としては非常に期待が持てるかなと思うんですけど、うん、どうですか今の政治に対しては。ちょっと一言物申すみたいな何言ってもいいです何言ってもいいんです、はい、てか、まあ、なんか僕たちがなんかどうこう言うよりも、はい、なんかそれなりにしっかりとした経験積まれてる方たちが、はい、しっかりとやってることなので、はい、まずはなんかつべこべよく言ってますけども、ええ、まずは従うべきなんじゃないかなみたいな感じはありますね。なるほど、はい、それすごく大事な意見かもしれませんね。そうですね、うん、それなりの根拠を持ってしっかり言わないと、ええ、はい、ただのなんか愚痴みたいになっちゃうので、うん、まあね、何も言わないでただ外野でワイワイ言ってる人たち結構多いですからね。そうですね、うん、はい、そうですね。そうか、今の言葉とってもいいような感じがしますね。まずはとにかく従ってみる、うん、そうですね、うんうん、なんかこうみんなでの中からこうできることって何かあったりはしますか。そうですね、今ですか、うん、みんなで、はい、まずもう少しちょっと政治に関して意識を高めた方がいいんじゃないかなっていう気はしますね、はい、なるほど。というのも、うん、選挙に行くにもなんかこの人がいいから入れちゃおうみたいな感じじゃなくて、しっかりその政策とか見たり、はい、しっかりとその人の政策を見て選ぶみたいなことが大事なんじゃないかな。なかなかねそれがねできないんですよね。そうですね、まあ、言ってる僕もそこ、うん。